い、エルカチャンネルのショーです。今回の動画なんですけど、この間光脱毛器を使ってみました。使用してから今日が3日目かなになるんですけど、第2回目やっていきたいと思います。頻度的なものがですね、もう少し間を空けた方がいいようには書いてあったんですけど、伸びてきた毛がチクチクして痛くてちょっと我慢できなくて剃っちゃったんですよ。なのでもうそれに合わせてやりたいと思います。レベル的には低いのでやろうと思うので大丈夫だと思うんですけど、危なかったらやめたいと思います。エルカチャンネル、さあ準備 OK、 やっていきます。ただですね、顔周りのヒゲに関しては剃ってないので、ここは今回飛ばしたいと思います。よしよし、はい、足はこれで OK です。やっぱり剃ったんですけど、その完全に剃れてない部分のところに当たると輪ゴムでパチンってされたような痛みがあります。大したことじゃないんですけどね、鳴るためにちょっとビクッてしますね光には少し慣れてはきたんですけど、ちなみに今日はレベルを前回1だったのを今回からレベル3にしてみました。さあ、じゃああとこのお腹のとこローして終わりたいと思います。エルカチャンネル、よし、はい、ではこれで2回目終わりです。まだ全然変化という変化は感じられてません。どっちかといえば今までそのまんまだった毛がない方に違和感が覚えてて、でそれがちょっと伸びてチクチクしてきたのが嫌なぐらいですね。長い目で見ないといけないので、次回の第3回もですね、楽しみにしたいなと思います。エルカチャンネルということで、今回の動画はここまでです。俺にかかってこい。